おう、キーボー、待ってたぞ。もちろんだよ。ただし少しばかり根は張るけどな。キリト君、何のクエストをやってるの？強化系アイテム？それってどこのクエスト？クリアに何が必要なの？あんたは鍛冶屋のリズベットだよな。数少ないマスターメイサーの。え、私のことを知ってるの？もちろんだよ。マスターメイサーの鍛冶屋で、しかも女性。情報屋なら当然押さえておく情報だからな。それほどでもエギルの旦那とクライン、あーちゃんは顔見知りだな。それとリズベットにシリカに私のことも知ってるんですか？初めてフェザーリドラをテイムした有名人だ。もちろん知っているさ。なんか照れちゃいます。あとはそっちのゆいちゃんは知ってるな。私のことも知っているなんて、アルゴさん物知りなんですね。一層であれだけキーボーと一緒にいれば嫌でも耳に入ってくるさ。当たり前と言いたいところだが、そうでもない。そちらのお嬢さん方についてはほとんど知らないからな。よろしくお願いします。森に妖精が現れたとか噂になったことはあるけど、まるで本物の妖精みたいな姿だな。これは。これ以上タダで聞くつもりはないよ。よろしく。うん。ユニークスキルが解放されたって話を聞いたけど。正直すぎる反応だな。ま、確証を得るまでは話さないから安心しなよ。そうだといいけれど。私のこと知ってる？綺麗なお姉さんってことしかわからないな。綺麗だって。ありがとう。私はストレアっていうの。よろしくね。ストレアか。覚えておくよ。私のこともわからないよね。残念ながらそうだな。キーボーの周りにはどんどん女の子が増えるから情報を集めきれないよ。情報といえばキーボーがフォローエリアでナンパしてきた女の子ってくらいかな。ナンパ？いや、冗談だよ、冗談。でもこれだけ周りにいるならお姉さんも。いや、ほらこれがクエストの情報だ。毎度あり。それじゃあ早速行きましょうか。どこのクエストなの？ねえキリト、強化系のクエストだったら家事スキルがある私が一緒の方がいいんじゃない？ちょっとリズ？私も行きたいな。家事スキルはないけど戦闘でキリトをしっかりサポートするよ。武器の強化なら私も興味がある。だったら私も行きたいな。最近キリト君と一緒にクエストしてないし。ずるいずるい。私も行くからね。キリトさん、私もその一緒に。やっぱりキーボーは女ったらしだね。ほどほどにしておきなよ、キーボー。っち来てくれる？あの攻略組参加希望のアルベリヒって人のこと。なんかちょっと変わった人だったからみんなにも知らせておいた方がいいかなと思って。キリカさんも気になるということはやっぱり何かありそうですね。執者とかなら気をつけないといけないしね。キルト君からも何か気になることとかみんなに教えてあげた方がいいと思うの。私がフォローエリアに飛ばされた時は情報が何もなかったせいですっごい不安だったし、もし変なことに巻き込まれても事前に少しでも情報があればその分冷静に対処できると思うんだ。完全に宝の持ち腐れって感じだった。そんなにすごい装備を持てるならちょっとくらい名前が知られててもおかしくないはずなのにね。そうなのよ。それも不思議なの。アルベリヒなんて名前聞いたことないでしょ。はい、聞いたことないですね。私もです。でも装備だけっていうなら、例えばイカサマなトレードかなんかで稼いだとかそういう可能性もあるんじゃない？でも実際にそんなことは考えにくいよね。力の高さは謎のままですね。なるほどね。なんか注意した方がいいやつだってことは分かった。お金だけ持ってて実力がない人がやることなんて得なことじゃないですよね。金に物を言わせてなんか変なことしてくるかもよ。やめてくださいよリズさん。特にアスナ、あんた目立つんだから気をつけるのよ。そのアルベリヒとやらは血明騎士団宛てに連絡してきたんでしょ。ちょっと粘着気質を疑った方がいいよ。嫌なこと言わないでよ。でもみんなも気をつけてね。この世界にも変な人はいるから。返り討ちにすればいいんでしょ。リアルよりもこっちの世界の方が単純じゃない。シノンさん頼もしい。私もその気で行かなくちゃ。でもそのアルベリヒって人を返り討ちにしたら逆恨みされてもっと危なくなる気もする。まあいざって時は黒の剣士様が助けに来てくれるわよね。ちょっとそこは任せておけとか言うとこでしょ。か弱い女の子を戦わせる気？最初からそう言いなさいよ。とにかくみんな気をつけようね。